皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベン君です。ハングリーシャークワールド、お久しぶりの実況よろしくお願いいたします。というわけでね、ちょっとねあんまり最近やれてなかったんですけども、実はですねすごいイベントが始まりました。僕これ初めてなんで、もしかして今まであったら申し訳ないなと思うんですけども、見てください。ドドン、ボスバトル。これ今までありました？普通のマップの中に急にね、こんなボスバトルというねフィールドが現れて、右上見てください、わけわからん、日本語書かれています。できるだけ早くイカを大王宝月イカにしよう。何のこっちゃかわからん日本語書いてますけども、ボスと戦うということなのかな。ちょっと気になるので早速やります。よろしくお願いいたします。というわけで行ってみましょう。ボン。これ初めてですよね多分。いやどうなんやろ、みんな、あ、でも後ろに今のイカっぽいのおったから、そういうことなんかな、ちょっとよくわからへんねんけど。マップも初めてなんかな。え、奥におるんじゃない、あれじゃない、あれじゃないの。ちょっと待って、マップ見れる、あ、マップ見れへんねや。なるほど。下におる、いや、わからへん。とりあえず適当に行ってみようか。適当にとりあえず食ってったらいいかな。あ、来たんじゃん。カメうめえ。目に向かってブースト。ちょっと待って、何このバケモン。目に向かってブースト。あ、痛い痛い、弾かれた。完全ボスバトルやん、これ。何やこの楽しいゲーム。どうした行くぞ。あー、隅入ってる。マジでボス戦法やね。オッケー、行った。痛そう。めっちゃ痛そうやぞ。痛い。弾かれた。あ、じゃ、食って体力回復せなあかんじゃな。オッケー、任しとけ。俺、こういうの大好きやぞ。ボス戦とか大好き、オッケー。で、こうして食って、これ食らったかんか。減る。減るけど、一応ね、こいつのレベルはね、マックスにはなってるんで、消せない。なんか、やーとか刺さってない。大丈夫、自分。やー刺さってない。人間のなんか手、食事を食べられてる。あ、こっちか。これ食ったやんか。食う。あ、食って。食べた本数。24。マジで。なるほどね。あ、俺が食われる。逆に俺が食われるやつ。ちょっと待って、逃げて。俺が食われるやつです。逃げてください。分かった。大体でも分かったぞ。こいつの戦いが。あ、でも、食ったら回復するやん。目に向かってます。オッケー。いやーが刺さってるで、人間の。今回ばっかりは人間と協力して、なんかあれか、すげえでかい敵に立ち向かうみたいな、そういうストーリーが見えるけど、そういうの大好きやで。今まで敵やった人間どもと、私は協力して、オッケー、戦っていく。目が痛そう。よし、ええぞ。で、しっかりと体力回復して、亀うめえ。これ弾く。で、行くぞ。行け、ドン、オッケー、いいぞ。そしたら、来た。イカの足、なんと24本もあるというね、とんでも化け物ですよ、これ。最強のバケモン、イカちゃんでございますよ。なんとか私は倒して、これ食われるやつやね。これ食われるから逃げた方がいい。あの触手でかなり食いにくいのか。で、私でも、こいつのイカを食えば、イカの足だけ食えば実はね、回復するっていうね、謎めいた、なんか自給自足みたいな、そういうやつでございます。ちょっと新しいモーション来たんちゃう今。新しいモーション来た気がするけど、なんか意外に速くは走れないというか、近づくにつれて、あれやな、でかいからかな。画面がちっちゃく表示されてるから、すげえ遅く感じるの。よし、これイカ来たんちゃう、またです、まだ。あ、痛い。それやめて。ちょっと飯食って。さあ、立ち向かうぞ。偉大なる、強大なる敵に立ち向かって、ああ、食して。うまい食食わしてください。さあ、食っていく。さあよ、踏んで、こっち食って。あ、なるほどね。半分ずつ食ってる。あ、逃げとかい。逃げてー食われていく。曲がそこまで盛り上がりのある曲ではなく、ちょっとおどろおどろしい曲やから、なかなかあれやねんけども。目に向かってブースト、OK。目に向かってブースト。あ、これ勝てるぞ、でも。ドン。これ1回目やから、結構厳しいかなと思ってね、なんかね、タイムアタックして、で、それを競うみたいな、あの、ワールドで、そんな感じのイベントみたいなんですけど、痛いわ。めちゃめちゃ痛かったから、ちょっと食いに行きます。私ね、臆病風に吹かれて、ちょっと食いに帰ります。君たち食って、はい。なるほど。え、これ、どっか食えへんのか。緑は食えへんよね。あ、じゃあ緑は食えんね。これ、ちょっと待って、俺死ぬ、逆に死ぬやつ。緑は食って、っていうか、あんまりあれがおらんね、魚が。もう全部食われたんか、お前たちも。イカスミになったか、ちょっとよくわからない。イカのイカスミってよくわからないけど、おお、この君はね、サメやと思ったら全然イカの足でした。イカ食いたいな、そんなことより。イカ食いに行きます。ドン、オッケー。イカの目を。少々逃げてみていいよ。で、カメうまい。カメかなり体力回復するからね。で、ドンして、よし、あとちょっとちゃう？これ来るよ、足。あ、よし。触手は多分、2本が限界って感じかな。2本食ったら、逃げたい。逃げるから、逃げる。よし、逃げる。よし、ええぞ。
よしよし、わかった。大体分かってきましたね。こいつとの戦い方が、この強大なる化け物、人類をも脅かすこの化け物と私は今戦っております。人間のためにね、しゃあなしですけども、人間という私の餌のために戦っ、そっか、餌をなくす、わー、俺が餌になる。食べた本数結構頑張ってますけども、知らん間に持ってかれた恐ろしい化け物。そうや、人間をこいつに奪われるわけにはいかんね。俺はだって人間が餌やもん。俺の人間が俺の餌食われる。さらに餌、これがまさに何やったっけ、あの弱肉強食みたいなやつですわ。弱肉強食ともう一個あったよね、生態系の保存みたいな、そういうやつでございますか。目を痛い、そのペチーンっていうのやめてくれへんかな。めちゃめちゃ物理的な攻撃。ちょ、人間食って、人間食って補充して人間の手助けをしましょう。人間食って私の体力を増やして人間の手助けをします。そういうプレイ。さあ、ここはここいける、オッケー、いいよ。で、一回でいいよ。あ、ペチン来る、ペチン来る、オッケー、ナイス、ペチン。で、もう一回ドン。二回やったら多分足が来るよね。足来る、足食いましょう。足く、よしよし、分かってきた分かった。足く、うまし、イカ飯めちゃうまし。で、もう一本いけない、2本、クリクリ2本、無理っぽいから1本でちょっとから我慢した方がいいかもしれない。しかし私はまだまだ食っていく、うめえうめえと言って食っていく。なので8本あって、他のね普通の食種が短い食が8本あって、それを3回ずつ食えるから24やったんか。24本足があるという、そういう化け物ではなかったか。私はし、あ、人間子、人間界の、元に長谷さんじゃよね、人間界を救うために人間を食う、そういう、あ、これいいね。船舶食っていきましょう。船舶うまいよ。下からねぶつかっていくとなんかね、破壊できたりします。破壊できない、破壊できないから、ちょっと上に登ってます。よしよし、破壊完了。で、人間だもん、お前ら、お前ら悠長に何浮き輪乗っとんねんな。腹立たしいわ、やっぱ人間という生物は本当に腹立たしいと私は思いましたが、それでも人間のために、救いたいんだが、イカ、いたいた、イカをちょっと発見できたそうましたが、さあ、イカ、イカへの目、え、大ピンチ？なんだ？急に減ったぞ、めちゃくちゃ。あーちょっと待って、悔しい。ここまで来たやったから、もう一回、ちょっと、あれ、あれ行こう。あ、ちょっと死んでもうた。マジかよ。ちょっと俺、ジェム使ってやろうと思ってんけどな。これ、もう一回行こっか。すげえ楽しいな、これ。さあ、頑張れ。さあ、頑張れ。結構頑張ってます。おし、15まで来ます。結構頑張ってますよ、今回は。よし、逃げて、いいよ。で、こっち行って、あの、ペチンさえ食らわんかったらええねんけど、ペチン来るよ。あ、目にブースト。ドン。あれ？これ逃げた方がいいか？危ねえ。危なし、危なし。ドン。オッケーいいよ。あ、これペチン来る。オッケーオッケーオッケー。あ、ペチンのパターンがあるのか。ペチンパターンがあるわけね。オッケーよかったから。で、ただあのパターン見極めめちゃめちゃむずない。逃げろ逃げろ。一回逃げろ。これ。危ねえ。よし、ほんでもう一回目開いたら多分これ3回目やから、いける。よしよしよし、餌餌餌。食食食って。食食食わして食わして。食食うめえ、食食うめえ。2本食ったら逃げた方がいいか？これもう逃げた方がいいね。逃げろ逃げろ逃げろ。サメちゃん逃げて、よし、よく逃げた。あの魔の手からよく逃げてくれました。あと5本、あと5本ぐらい。頑張れ頑張れ、いけるぞ、これいけんじゃん。あー捕食されていくスタイルってか、めちゃ減るめちゃ減る。カメそっちおる、カメ、あ、でもこれイカ食ったかいね。イカ食って、よしよしよし。で、ペチン来るよ、ペチン来るよ、逃げて、ペチン、ペチン来ない、ペチン来ない、オッケー、ペチン来ないよ、ペチン来ないから逃げて、ええよ、頑張れ。曲ないのすげえ悲しい。曲がもうちょっとあのバンババンバンバンみたいな、そういう曲やったら私としてもね、頑張れたんだが、この曲すげえ怖いよね。オッケー、いいよ、あれを回避できない。オッケー、目当てて、痛そう痛そう、めっちゃ痛いぞ、これは。オッケー、で、目当てて、次食える、次食える、食おう食おう食おう、はい、食わしてくれ、よしよしよし。で、これで体力も回復しつつ、あと3本やん、あと3本やん、これいけるぞ。これでもゴリ押しでいこう。これゴリ押しなんとかいけんちゃうから。頑張れ頑張れ。ゴリ押しで、君を食って、うまし、うまし。あと1本。あと1本食わして。あと1本。私が食われた。すべての食事を食べた。すぐどうなる？すぐどうなる？まだ勝てないのか。目に向かってごらんなさい。目に向かってブーナス。ボース、ボース、ボース、ボース。ブーストできない。いてぇ。ブースト、これもう使おう。これごめん。使わせてもらうわ。ジェム使って、ちょっと強すぎるこいつマジで。相当に強いけども、なんとかジェム使ってゴリ押しではあるけども倒したい。え？なんだなんだ？当たらないぞ目に。よしよしよし、オッケー、いった。お、どう？どう？やったんちゃう？グオーって言って。よっしゃ、大砲、なんとかズーイカを倒したって出てます。これでなんとか私の勝ちではなかろうか。これめちゃめちゃ難しい。あの、ペチンで一気にやられるのが相当きついんですけども。なんとかクリアでね、新しいサメのアンロック本当に時間かかっててね、これでかなり心折れてるんですけど、68まで来てます。次が X じゃ、なんかすげえバットみたいなやつが使えるみたいなんですけど、かなり大変。
いやー面白いね、これ。こんなイベントがね、今後もどんどん来てくれたらすげえ嬉しいんですけど。でね、早かったら商品がもらえたりするみたいですけど、今の何分ぐらいなんやろ。5分41は2000位。あ、全然遅いんや。全然遅い。全員っていうのは、この右下の一番、まあ遅いランクのところにグループに分けられてるから、トップ 1% は、さっき一瞬見れたんですけど、どうやって見れたんだっけ忘れたけど、2分ぐらいやったかな。2分ぐらいという感じでございました。いや、これいいよ。このイベント。しかも、なんかこう、何回もやるんじゃなくて、一発勝負でできるっていうイベントはすごいいいですよね。すごい、そこにね、集中したら、なんとか私でもいけるというところがあって、私は非常に、嬉しいイベントでございますんで、これが本当に遠い。これが遠くてね、ちょっとなかなか最近ね、動画にできなかったんですけども、まあね、こういう風にまたイベントとかあったらやってね、ちょくちょくやりつつメガロドン取れたら、またね、動画にもできたらしようと思いますので、そちらもご期待ください。というわけで、今回はボスバトルをやってみました。皆さんいかがだったでしょうか？楽しんでいただけたら、高評価ぜひよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ励みになりますので、よろしくお願いいたします。ちなみにね、今これ装備してます。ジニーセット。もうとにかくお金が欲しかったんで、お金が集まるのをやっております。では、次回もお楽しみに。心リンクゲームズ、ベイ君でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。